今週のおまけです。今週のおまけはさつまいもさん、男性10代福岡県の方ですが、今回の選挙において自民党以外の政党が選択的夫婦別姓を打ち出しています。選択的夫婦別姓の問題点とメリットについて、西田先生はどのように考えておられますかということなんですけれども、これ全くですね、問題点だらけなんですね。というか、選択的に夫婦別姓がいいという人はですね、まあ一言で言って考えが浅すぎますね。で、なんで選択的夫婦別姓なのかという、その元々のですね、これを要求している、具体的な例というのはですね、まあ私のところにもですね、これ来られましたけれども、要するに、子供の数が少なくなってきますね。そうすると、自分のですね、奥さんが、この嫁いで来られて、まあ、普通はご親族のせいにしますけれども、そうすると、自分の、実家の奥さんの実家の方はですね、まあ、娘さん一人だけだったというような場合でしたらですね、もうあとそのまま亡くなってしまうと。だから、例えば、山田だったら山田というその姓をそのままですね、使わせてくれれば、次の、自分の、家の実家の方も、残りますから、というようなことを言うんですけれども、それは残らないんですよ。というのは、それで奥さんが生きてる間はいいか知らないけれども、死んでしまうとそれで終わりですね。だから、家の名前を残していこうと思うと、これは子供さんを何人か産んでいただいて、奥さんの側の方にもですね、養子縁組をして、奥さん側の姓を継いでもらうと。まあ、そういうことをしない限り、この家の名前は残らないと。だから選択的夫婦別姓にしても全く何の意味もないんですね。で、さらに、そもそも、女性が社会進出してですね、これは本当に仕事を続けていくと、途中で山田から田中という形になるとですね、仕事をしても非常にやりにくいと、ということで言われる方がいる。それはそうだと思います。だから今はですね、政府はほとんど、この選択、旧姓使用をですね、認めるようにお願いしてるんですね。だから私は税理士ですけれども、税理士や弁護士などですね、こういう国家資格もほとんどが旧姓のまま使えるという形になってきています。そしてさらにはですね、これ今自民党の政調会長は、高市早苗さんになりましたけどもね、高市さんと、この随分前からこういう勉強会やっててですね、旧姓使用を、しっかりできるように、それをですね、もう少し法制化していこうということも考えています。ですから、選択的夫婦別姓ということをですね、やる必要が全くないんですね。で、あれにもかかわらず、なんでじゃあ選択的夫婦別姓というのがどんどん出てくるかと。で、これは今言っている具体的なですね、この話とは別に思想的なものがあるんですよ。要するに、日本は戸籍という制度がありますね。で、親が両親が誰で、そのところにまた両親が誰それの、何々さんという人と結婚したと。で、そこで子供さんがこう何人かいると。で、子供さんが結婚するとその戸籍から分かれて、また、この誰々さんの、娘さん息子さんと結婚してと、こういう形でですね、代々自分たちの家系が追っていける、まあ、そういう仕組みの、この戸籍があるわけです。これは日本だけですね。で、そうするとこのことによってですね、まあ、いわゆる家ですよ。先ほど言いましたように、もともと夫婦別姓を、させていただきたいという人の往復はですね、自分の、この家の実家の姓がなくなってしまうと、まあ、それぐらい家を大切に実は思っておられるんですよ。で、ところが、この選択的夫婦別姓の促進を進めている側の人間にはですね、そういう発想全くありません。そうじゃなくて、この家というもの、もうこれをですね、潰したいわけです。それなぜかというと、社会の形作っている一番の大元が家だからです。で、これははっきり言いましてですね、まあ、共産主義というか、マルクス主義というかですね、要するに社会の制度を潰して混乱させていくということを目的としている。まあ、これが、左翼勢力、根本的思想にあるわけですね。で、それは一言で言うと、人間を縛る、いろんなものを分断して、一人の人間と。で、誰の親でも誰の子でもない。
そういう人間、子としての人間をですね、として人間を扱うべきで、誰の子とか、誰の、この、家の、嫁とかですね、まあ、そういうことが分からないようにするという話なんですよ。これ恐ろしい思想ですよ。で、ところがそれをするには、この戸籍制度があるとできないわけですね。だからこの戸籍制度をなくすためにはどうしたらいいかと。で、今言ってるように、戸籍というのは、今言ってるように、親がいて、子供がいてと、こういう形になってますから、親も子供もないと。で、そして、夫も夫婦もないと。だからこういうことを言ってる人のね、延長線にあるのは、法律婚ですね。で、こういうものも、やらなくていいと。これ同じ人が全部やってるわけですよ。で、そういう思想の延長線上に実は、このいわゆるこの選択的夫婦別姓が、あるわけです。で、ところが、悲しいことにですね、これを本当に、思っている人間が一握り、確実にいるわけですけれども、その運動をしているですね、踊らされているさまざまな方々は、いや、そうじゃなくてですね、いや、女性の、この社会進出のためとかですね、まあ、そういうふうに、動機がカムフラージュされて、みんな宣伝に、参加させられているんですね。ですから、私は、この裏にあるですね、そういう思想的な背景、しっかり皆さん方に知っていただかなければならないし、これ分かってる人がほとんどいないというのが現実です。特にマスコミなんかで、喋ってられる方なんかもですね、全くこういう勉強してませんからね、本当に恐ろしいことですが、要するに、こういう選択的夫婦別姓を進めていくと、家というものが、戸籍というものがなくなり、家という考え方がなくなっていくと。で、それが日本人にとって、本当に、もともとですね、安定した社会を作っていた日本人にとって大変な不幸、大変な大混乱をもたらす。だから断じて我々自民党はこれに賛成できないと、こういうことなんですね。ぜひ皆さん方にもこの裏の、奥底に流れている邪悪な、こういう、動機があるということをですね、知っていただきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。